デッドテクノロジーズ富士通、モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォン、レグザフォン T-01C ドコモスマートフォンレグザフォン T-01C は、当時の富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末である。ドコモスマートフォンの一つ。メーカー型番は TG03DCM。 東芝ブランドから発売される、初の Android 搭載のスマートフォンとなる。ドコモエは、東芝が2008年より、Windows モバイル OS の搭載された、スマートフォン、Dynapocot T-01A と Dynapocot T-01B が供給されていた。本機 T-01C は、製造元及び OS こそ変更されているものの、事実上の後継機種である。 本機より1ヶ月ほど早い2010年10月18日に発表2011年2月10日に発売された au の富士通東芝製イズレイオンとは兄弟機種となるアンドロイド搭載スマートフォンとしては日本初の防水端末でありワンセグ赤外線通信お財布携帯などいわゆる日本の携帯独自の機能に対応している日本語入力は 数多くのアンドロイドスマートフォンでは E1 が採用されている中、本機では ATOC が搭載されている。アンドロイドスマートフォンでは初めての搭載となるが T-01A や T-01B においても搭載されていた。OS は Android 2.1を搭載しているが2011年5月18日に Android 2.2へとバージョンアップが公開された。通信機能としては ドコモのフォーマハイスピードモーにて、HSDPA 7.2Mbps、HASAP 5.7Mbps に対応し、無線 LAN では IEE802.11bit-G に対応し、最大 54Mbps の通信が可能となる。GSM-GPRS の通信に対応し、210カ国を超えるワールドウィング対応国にて、国際ローミングが利用可能であり、 海外パケ放題にも対応する。ディスプレイには静電容量式を採用し、マルチタッチによる操作が可能となっており、複数の指での操作が可能となる。また加速度センサー、地軸センサーに対応し、直感的な操作を行うことができる。ユーザーインターフェースには東芝が独自に開発した NXUI を搭載している。前述の通り、スマートフォンとしては、 世界初の IPX57 等級の防水性能を誇り、各端子カバーなどにパッキンが装着されている。また、ジャック部分に水が入っても内部の基板には浸水しない仕組みになっている。T-018 同様 USB ホスト機能が搭載されており、オプションの USB 変換プラグを使うことで、 USB マウスや USB キーボードを接続して利用することが可能となる。Bluetooth は Android スマートフォンで初めて HID が搭載されており、Bluetooth キーボードの使用ができる。東芝ブランドではあるが、あくまでも富士通東芝製であるため、ドコモでは実質的に富士通製として扱っており、オプションも富士通製端末用のものを一部採用している。 ただし、総合カタログに掲載される、ドコモ内部で利用される、型番上は、アツクスと従来の東芝のものをそのまま採用している。なお、富士通製のオプション関連は、従来の富士通同様、ロークスとなっている。なお、もともと、富士通ブランドの機種は、富士通のモバイルフォン事業本部が担当していたことも、あり、ドコモ向けに、富士通東芝として、開発、 製造、発売した製品は、本機が唯一である。後継機種の T-01D と T-02D は東芝を意味する T を監視ながらも、富士通本体が開発、製造、発売を行った上に富士通ブランドでの発売となったため、どこも向けの東芝ブランドの機種としても本機が最後となった。そして2012年4月1日に富士通東芝は、 富士通の完全公会社富士通モバイルコミュニケーションズとなり東芝は事実上携帯電話事業から完全撤退 T-02D も2013年3月に生産終了し T を関する携帯電話レグザホーンシリーズは市場から姿を消し最終的には富士通モバイルコミュニケーションズも富士通コネクテッドテクノロジーズに合併され消滅したその後 2012年12月にはどこも向けにデジタルフォトフレームのフォトパネルレーゴパワードバイレグザが東芝から供給されている。モバイルレグザエンジン3.0を搭載しており、動画の視聴において超改造、フレーム保管といった機能に対応している。ワンセグや YouTube といった動画コンテンツを画面いっぱいの高画質で楽しむことができる。さらに、周囲の明るさに応じた。 バックライトを制御、ガンマ補正、輪郭強調、ノイズリダクションといった、東芝の映像技術が搭載されている。その他に、地デジ持ち出し機能が搭載されており、パソコンなどでマイクロ SD カードに保存した画像を外出先などで閲覧することも可能となる。リクシム搭載により、本機に対応したテレビやパソコン間で Wi-Fi 利用して、写真、 動画、音楽を双方にて閲覧することができる。本機は、スマートフォンでは、初の1220万画素オートフォーカス対応カメラを搭載しており、顔検出、手ブレ補正、自動追跡フォーカス、笑顔検出といった、通常のデジタルカメラ並みの機能を有している。3524-460のパノラマ撮影も可能となる。 動画撮影においてもハイビジョン動画の撮影が可能となっている。また人物顔検出機能により表示された人に名前を付けることにより、個人アルバムとしてその人の写真を自動で抽出しその人が写っている一覧などが表示可能となる。ブラウザではフラッシュライト4.0が搭載されており、PC のブラウザとほぼ同等のフラッシュのサイトを閲覧することが可能となっている。 また、HTML5 にも対応している。3.5mm ステレオヘッドセットジャックを備えており、騒がしい場所で音楽を聴く際などに再生音を補正するノイズ低減機能がある。2011年5月18日に OS のバージョンアップが実施され、Android 2.1から2.2へのアップグレードが実施されている。バージョンアップはパソコンで富士通のサイトから、 アップデートファイルをダウンロードし、t 0 h c へインストールを行う。また、以下の機能が改善される。2013年6月24日のアップデート。対応プロファイルは、HFP、HSP、OPP、HID、A2DP、AVRCP、PUBAP、SDP 実際のテレビ CM は東芝ではなく、富士通で行われている。いずれも同様。 なお、NEC カシオ製、カシオブランドの c a 0 h c も、NEC の扱いを受けている。さらに、こちらは投資番号も、NEC の、アンクスクス。ID と DCMX は2011年春に、対応予定報道発表資料、ドコモスマートフォンレグザフォン t 0 h c を、発売を知らせ n TT ドコモ、レグザフォン t 0 h c の、 バージョンアップ情報。レグザフォーン t 0 h c の製品アップデート情報。レグザフォーン t 0 h c の製品アップデート情報。レグザフォーン t 0 h c の製品アップデート情報をお客様サポート。NTT ドコモ。ありがとうございます。